どうもダロマニム DD です。いきなりですが、今回はダッシュでバトルというゲームをやっていきたいと思います。内容はビルの上を駆け抜けて買っていた戦利品で強くなっていく、まあ育成ゲームですね。広告はまあまあ多めです。そして勝つことによって分取り、ポイントとコインがもらえます。コインはショップで使ったり、靴とスパイクの合成に使います。分取り、ポイントは敵に勝った時にシューズやスパイクが分取れるのですがその際に使います。そしてこのゲームは全部で5ステージのステージが存在していて、各ステージごとにボスがいます。1体目のボスはレベル10くらいで倒すことができました。ちなみにレベルは広場という場所でモンスターをタップすると上がります。モンスターは時間脇で戦ったりはしないです。ただタップするだけです。また広告を見ることで時間を待たずにモンスターを10体出現させることができます。1体目のボス撃破。この時に分取る場合は分取りポイントを消費します。BP は分取りポイントの略です。そしてボスの分取りタイムの後にストーリーが始まります。ストーリーが終わると次のステージが解放されます。2ステージのボス戦です。レベルは13で勝てました。後音がないのはこのゲームのバグのせいです。あとこのゲームは広告が多いので機内モードにして遊ぶのをおすすめします。2体目も撃破。ちなみにバトル中にカプセルのようなものを取るとスパイクかコイン、BP、魔導石のうちどれか1種類がもらえます。魔導石は裏ショップという場所で使います。がなかなかたまらないです。魔導石は広告を見て手に入れることもできます。他にも友達を招待したりして手に入れることができますが一度しか招待できないので何度ももらうことはできません。ちなみに広告を見ても魔導石がもらえるわけではなく魔導石のかけらというものがもらえてそれを5つ集めると魔導石になるという仕組みです。さあ3体目のボスです。レベルは20で倒すことができました。1体目のボスの2倍ですね。そして今回も音がバグでないのですがご了承ください。3体目撃破。あと言い忘れていたのですが、ステージごとにレベルの上限が決められていて、ボスを倒していくごとに上限がアップしていきます。またマップ上にある神社の鳥居みたいな場所は、道場といってまあ簡単に言えば、勝つと戦利品がもらえるボス戦って感じですね。右下ら辺にあるやつが道場です。敵は全部で5体いて、それぞれにレベルがあって、レベルが1上がるごとにかなり強くなります。ちなみに勝負に挑むには分取り、ポイントが必要です。今回はレベル3の相手ですが、レベル1と2は取れていないだけです。すみません。また、道場では分取ることができませんので、注意してください。さあ4体目です。レベルは33です。ちなみに、この嵐山スクエアというステージには、通常的に数学運というボスよりも、えげつないスピードの敵がいます。であったら、この程度のレベルではほぼ負けます。あとまた音が消えてしまいました。この音が消えるバグは修正してほしいところですね。ストーリー長いので適当に飛ばしてください。さあいよいよ次が最後のボスですね。とその前に道場レベル4を終わらしていきたいと思います。レベルは4体目のボスより1上がった34レベルです。こいつに勝っても魔導石がもらえますね。バトルに必要な DP は敵のレベルが上がるごとに多くなっていきます。そしてこいつがさっき言っていた数学運です。見てもらったらわかるのですがめっちゃ早いです。こいつが落ちない限りはなかなか勝てないと思います。落ちたら勝てます。さあお次は最後の道場の敵、ビタミンです。レベルは43です。だいぶ上げました。ちなみに勝つと、ジエンドというめっちゃ強いシューズがもらえます。ではやっていきましょう。
終わり。さあ最後のボスです。レベルはビタミンと変わらずです。またストーリーやるのでよかったら飛ばしてください。あとボスからはかなりいいものがぶんどれます。でも、その分必要な DP も多いですが。ストーリー気にしない方は飛ばしてもらって結構です。そしてボスを倒すと2周目をプレイすることもできます。ただもう1周するだけではなく敵が強くなっています。ちなみに道場での景品リセットはされないのでどうあがいても景品は1回しかもらえません。2周目は1周目よりも早いことクリアできると思います。またストーリーとかは全く変わっておりません。そして2周目の数学くんですが、めちゃくちゃ早くなってます。本当に1周目の日じゃないです。そして2周目が終わってもまた3周目をプレイすることができます。でも2周目以降は敵の強さは変わってません。何度も周回してコインとスパイクを回収していきましょう。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひプレイしてみてください。それでは See you。